ただいま、とわんこです。今回は改めて2023年モノマスター5月号特別付録、スヌーピーデザインのコーヒーミルを検証してみたいと思います。前回のコーヒーミル動画をアップし終えた時に、知人から付録の調整ネジが緩むという不具合を教えていただきました。本当にネジが緩むだろうかと実際にやってみたところ、ワンコのミルもネジが緩んだ状態。これに気づかないワンコ、何やってんだよって反省。そんな頭のネジが緩んでいたワンコですが、今回はそんな反省を含めてネジ緩み問題を解決すべく、いろいろと改善してみた動画です。冒頭から言い訳です。結論先に言ってしまいましたが、正直何が原因なのか、解決策はこれでいいのか、ワンコには全く分かりませんでした。構造上の問題でもあるし、何かが足りない気もしました。ただし、分からないながらもいろいろと試行錯誤をしてみました。原因や解決策を探るその過程が大事という方は見てくださるとありがたいです。改めて実際にネジが緩むのかを検証してみたいと思います。まずは調整ネジをリセットするため、ガラス部分を開けて調整ネジを一度締めます。時計回りに調整ネジを締めていき、回りきらなくなったら中の方にペンで印をつけていきます。付け終わったら、そこから約1回転ほどネジを回して緩めます。コーヒーの引き方としては中細引きになるんでしょうかね、ちょっと分かりませんが。そして粉受けであるガラスボトルをつけて、ハンドルを握り、約20回転ほど回してみたいと思います。動いているでしょうか。あら、少し中心からずれていますね。今回は20回転ほどでしたが、豆をたくさん入れて何十回転もするとかなりずれてしまいそうです。また粉の方はこんな感じです。ただし、この前に検証テスト用として引いたものもちょっとだけ入っているので、参考程度に見てください。結構調整ネジが動くんですね。検証の前に、調整ネジ逆じゃねとか思われますが、スクリュー部分の底側には8つの突起物があり、また調整ネジの出っ張ってる方の裏側には突起物があるので、この突起物同士で調整ネジを動かした時にコリコリした振動となっています。なので、調整ネジを逆にはめてみると分かるのですが、ゼロ地点まで調整ネジを締めても、スクリューと本体に結構大きな隙間が空いてしまうのです。これだと細引きができないことから、調整ネジが逆ではないことが分かります。対策として思い浮かべるのがナット。調整ネジの動きを止めるナットがないのが原因ではと思い、ワッシャーとネジをかませ、調整ネジの緩みを止められるか実験したいと思います。実験に使用するナットは M6。 基本作業がこちらです。まず締め切ってから目印を入れ1回転させます。赤のペンで印をつけて、こちらの方1回転緩めます。中細引きになるんでしょうかね。こんな感じで、
そして次にナットのみかナットとワッシャーを挟みます。動画ではナットのみ取り付けています。また緩まないようにレンチで軽く締めます。ちょっと中心が見えにくいのでペンで少し足しました。あとはハンドルを回し25回転目と50回転目で様子を見たいと思います。まず調整ネジの後ろにナットだけをつけて実験開始です。まずはハンドルを回し25回転ほどしたところで様子を見てみます。スルッと動いている感じはあんまりないですね。いい感じです。続いてさらに25回転回しての50回転させたところではどうでしょうか。お、全然動いてないですね。いい感じです。で、粉の方もこんな感じです。まあ均一になっているんじゃないでしょうか。次に少し大きくハンドルを回してみたいと思います。ぬおー、それでも動いた感じはありませんね。これはいけるかもしれません。また粉の状態もこんな感じです。粉も均一に引かれているのではないでしょうか。次にナットとワッシャーをかませて実験してみたいと思います。容量は先の通りです。ハンドルを回し25回転したところ、お、動いていません。むしろ安定しているような感じですね。次に50回転ですが、どんな感じなのでしょうか。こちらも動いていません。なかなか順調ですね。最後に大きく回してみました。結構回しても動いていませんでした。いい感じですね。こちらも。本当にこれはグッドですよ。ただし残念ながら手放しには喜べません。ナットとワッシャーをこちら取り外すと調整ネジの表面に回転した跡が残ってしまいます。粉の中に細かな樹脂が入ってしまうかもしれません。ナットやワッシャーがナイロン製などであれば滑りがいいのですが、残念ながらワンコの近所には売っていませんでした。なかなか一長一短にはいきませんね。最後に、どうせ滑るなら逆に滑らせてしまえホトトギスということで、調整ネジのところに潤滑油を吹いてみました。どんな感じになるのでしょうか。結果やはりうまくいきませんでした。コーヒーの粉にも影響が出てきそうなのでやめておいた方がいいですね。まとめとして、とりあえずナットやワッシャーをかませることである程度は動かないことが確認できました。ただしやりすぎると調整ネジの樹脂を削いでしまう恐れがありました。潤滑油はダメでした。原因がわからないまま解決策などはナンセンスですが、今回はこのような結果となりました。ただしキャンプや車中泊なのでちょっと使用する程度でしたら十分活用できるコーヒーミルかと思います。2023年モノマスター5月号特別付録、スヌーピーデザインのコーヒーミル。この実験のせいでどんだけコーヒー飲んだことか。